はい、どうみさん、こんにちは。続きましてね、第10レースの南関東10キーズフレンドリーマッチ第2の方を予想していきたいと思います。1番、ディープチル、騎手知らない54。2番、ゴソンメイプル、浦和、保存の書、騎手56。3番、シャスールニング、加藤和弘、騎手56。ちなみに、浦和。4番、第1ラディウス、川崎藤井渡、騎手56。5番、タイト、西啓太56。6番、コスモロングソード、笠野雄大56。7番、C セクション、船橋、有田、明騎手56。8番、セイマイスター、高松亮56。9番、デザートナイト、山本俊也56。10番、マリーズラン、山本正俊54。11番、アドマイヤ・イワナ、騎手知らない、56。12番、マキシマイザー、川崎、山崎誠司、騎手56。13番、ルーク、騎手知らない、56。最後、14番、五郎丸ウィン、村上忍騎手56の、以上、14名となっております。まあ、とりあえず見ていきましょうかね。ディープチル。まあ、今回もね、例によって3連単の、推奨はいきません。まあ、先行して差ししてどうにかなと。ちなみに距離は、距離1400。まあ、1600か。距離1600か。まあ、そうなると差して3着とか。まあ、7番手から差しか。まあ、でも差して伸びないときもケースバイケースあるんでね。まあ、ただこの子一概に馬場状態悪いのがダメってわけじゃないと思いますね。不良馬場で3着あるし。まあ、3着あるし、本当に3着あるんですけどね。まあ一応差しに期待しましょうかね。ただ最内入っちゃったんでね、内枠で差し馬がどう生き延びれるかっていう感じはしますけど。で、2番コスモメイプル。なんかこっちにいたような気がするんだけど、気のせいかな。気のせいか。なんで名前に聞こえやんだ。コスモなんとかってもなんかこっちにいる気がするんだけどな。まあとりあえず、まあ差し競馬で軒並み振るわずなんで、まあ除外しましょう。3番、シャスールニング、加藤和弘騎手。まあ、5歳馬か。まあ、162万で買われて、まあ、約300万。前走3番手から、まあ、3着。まあ、先行して粘り切る能力に関しては、この子ありそうですね。まあ、刺してもよしって感じで。まあ、逃げては金沢でもよしと。まあ、JRA から金沢のくれたのか。まあでも、ここ、まあ、ここちょっとね、まあ、誰だ、調教師。あー、なるほどね。金田和正調教師か。まあ、金沢つったらあの調教師だろうね。金沢は嫌い。基本的には嫌い。以上。まあでも、まあ、先行差しで問題なさそうですね。まあ一応、期待してし、クロさん。4番。第一ラディウスか。よく南関東の人こんなに内枠揃ったな。今年5歳馬か。まあ、中央で1000万。まあ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 、悪くないですね。ただやっぱり乗ってる騎士がね、いまいちっすね。この辺。特に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 ここ。あんまりまともな騎士に乗せてもらってないせいか、これですね。プロ基本賞競争中止。一頭だけの事故か。まあでも、なんかいまいちなんかパンチ力に欠けんだよな。まあただ移籍してきてからはね、競争中止も含めて、まあなんとかなんとかね、まあ差し競馬で実績はうっすら残してるような気がしますけど。まあや、まあ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 差しにしときましょうかね、一応。まあ藤井渡騎手にも期待したいかな。シャスルニングがなぁ。まあ、先行差しにするか。まあ、ディープチルも、やっぱり内枠にちょっとね、差し馬揃っちゃった感はありますね。うっすら。まあ、1番が差して、まあ、3番が、まあ、先行するか差すか、ギリギリのところ。で、今、4番がおそらく差すでしょう。そうなると、外枠からの強襲がちょっと過激化しそうだな。5番タイト。6歳馬か。スポットフォープリミアムポイント賞買ってんだ。どこの？まさかこっち？あ、笠松名古屋か、ずっと。
ってことは中央高級組か。ああ、やっぱりそうか。まあ、中央時代の成績が、まあ、軒並み差し競馬で振るわず、まあ、笠松行って、まあ、東川、まあ、それだっけ、まあ、木の前葵、まあ、いろいろ乗って、まあ、そんなにいい成績ではなく、まあ、ずっと名古屋笠松で遊んでて、で、まあ、去年の7月、まあ、6月から、まあ、水沢移籍して、まあ、先行すればなんとかっていう競馬が相次ぐと。まあ、刺したりと。まあ、ただちょっと金さんそう見るとね、まあ、ローテーションも中一周、まあ、そろそろ事故らないことを願いましょう。まあ、この機種でこのままは無理でしょう。除外します。で、6番コスモスロングソード。まあ、5歳馬か。162万で買われて、まあ、約520万か。なぜかもう、あ、レディースビクトリーチャレンジか。そりゃ、これでも、あの騎手なあ、あんまり競馬が上手いかっつったら下手なんでな、はっきり言っちゃうと。まあ、別府前、下村類がワンツーと。で、まあ、名古屋勢が相次いでビケと。まあ、こう考えるとやっぱり高知の方が騎手の腕はいいのかな。うん、まあ、言っちゃ悪いけど。まあ、しかも、高知にこれ、しかも6番人気で頭下がって2番人気で、しかも5着の、まあ、5番人気で3、5馬身下げられてんだよね。竜のヴィーナス。そう考えるとね、騎手が悪いって可能性もあるけど、なんとも言えねえな。まあ、しかもこれ芝ダートなんでね、まあ、そんなに芝が悪いってわけでもないんで、まあ、それは人気になるのも分からないですけど、まあ、ただ一回ダメな騎手が乗ると、その後の成績ちょっと振るわない可能性あるんでね。まあ、なんともって感じっすけどね。まあ、この女騎手でこれだけ、まあ、勝てたり飛んだりってなってると、まあ、馬のポテンシャルにも何かしらの欠点はある気がするが、まあ、前走不良馬場5番手からなんとか伸びきって2着。安城であれ。ないな。この騎手だったら無理でしょ、除外します。7番 C セクション船橋、張田明騎手。6歳馬か。前走4番手から伸びきり勝ち。まあ、逃げ先行に滅法強い方か。まあ、たまにガス欠しますけど。まあ、悪くないでしょうね。まあ、やっと先行馬でまともなのが出てきたって感じです。7番先行。まあ、一応星だけ、残しましょうかね。8番セインマイスター高松亮。6歳馬で467万円。金3層を見ると、まあ、4番手から、まあ、先行差し差し。まあ、決めて、まあ、高知にいたのか。宮川実。ゴーマ騎手乗ってんだ。まあ、ゴーマ騎手乗って、後ろから5着と、まあ、6着か。まあ、ゴーマ騎手先行っていうよりは、やっぱりこの人も後ろから傾向に強いんでね。まあ、長森太一、赤岡修二と、まあ、軒並み高知の上の人たちが乗ってますけどね。まあ、そう考えると、先行しても差してもどっちでも良そうな感じがしますね。まあ、一応、外枠入ってるんで、まあ、先行差しの方がいいかなと思いますね。まあ、ただ今回距離1600なんでね、あんまり外外振りすぎるとね、ロスする可能性も高いんで、まあ、ちょっとそこは気にするところですけど。ただ、安城はね、誰だっけ。高松亮か。あんまり好きではないんで、欲しい。9番、デザートナイト、山本志也騎手。5歳馬か。中央から移籍して、まあ、約賞金的には、まあ、400万ちょう。まあ、すごいですね。金2走、まあ、逃げ、まあ、先行して2連勝と。まあ、刺してもよしか。まあ、ただ一回ゴールデンジョッキーで飛んでますけど。まあ、ただ、まあ、村上忍騎手が乗ってね、まあ、4戦して、まあ、3勝って考えると、悪くはないんじゃないですかね。まあ、俺は意外と一定的にも決めてありと判断した。一応、まあ、先行で大丈夫なんすかな、外枠だけど。まあ、実際のところ外からでもね、刺し切れるの、まあ、でも、8頭立て6番だからね。やっぱりちょっとね、2桁の投手の時って、やっぱり、内枠で先行してるんで、ちょっと決め手にかかると、いまいちのとこ悪そうだな。ちょっと星にしておきましょうかね、一旦。まあ一応9番先行にしておきます。そして10番マリーズラン、山本雅俊騎手、長男と。6歳馬か。まあ189万で買われて、賞金的なのも620万。まあ悪くないですね。ただ、金層を見ると成績は悪いと。ただレディースビクトリーマリン、別府前期で勝ってると。まあ、しかも差しと。
ただそれ以降ちょっと差しても伸びないっていうところを考えると、まあでも山本俊明氏が乗って、まあ1着5着4着、さあどうしましょうかね。まあジャパンジョッキー、あこれだ、ジャパンジョッキーズグランプリ、俺が言った4月17日、まあ矢野孝之氏一勝もせずに成績トップと、あれすごいっすね本当に。あれだっけ、確かみんな、あれの、なんだっけ、ウエストの人たちって飛行機の時間があるっつって、佐賀の騎手がみんな帰っちゃったんだっけ、表彰式。あれ覚えてるわ。あれ今年だっけ帰ったの。まあいいや。まあでもこの子ももうないでしょうね。まあ村上忍騎手が乗って、ここ2着があるのが、まあ去年の8月なんで、まあやっぱりローテーションもね、まあ1月から3月まで、やっぱりちょっと2ヶ月、まあお休みしてますけど。まあ故障しないことを祈るっすね。まあ、パンチ力に欠けると言わせる応援ない除外します。まあ、アドマイヤイバナ。あ、シゲか。ハッサイバ。まあ、1500万で買われて中央で3000万。今、中央時代からダート戦か。まあ、500万件で中の子手こずって。去年南関東にも来てたんだ。マイルチャンピオンシップ南部杯でも10着。まあ差し馬か。ジフタ番、マキシマイザー5歳馬。5歳馬か。前走4月15日、まあ、2番手からバスケット。でも逃げ勝ちもあると。ただ、このままでもやっぱり逃げて実績はあるけど。まあ意外とこういうレースって、片っぽのレースで南関東があったら片っぽのレースは、岩手の人が来るっていうのが大体のしきたりであるんですよ。まあ暗黙の了解なのか。大体ね、ヤングジョッキーズシリーズとかもそうなんですよね。南関東がどっちか勝つと次勝つのは JRA っていうのが。なので、まあさっきのレース、南関東が勝つと期待すれば、まあ山崎選手、今回のレースも負ける可能性も高いと。まあでも今回そんなにでもあんまりいいの乗ってないですよね。岩手勢が。まあちょっとまだここに2ついるんですけど、ちょっとマキシマイザー一旦保留しましょうかね。13番、ルーク。4歳はか。まあ差しで2連勝。まあ、差しで2連勝だけど、前走はまあ伸びずと。まあ、やっぱり外枠振り感は否めない。まあ、ただ、ここ6番手から伸びきってるのがあるんで、ね、まあ、そんなに一概にダメってわけじゃないと思うんですけど。まあ、一応決めて勝負的には、まあ、ルークに期待するか。まあ、岩手勢が今回は勝つと想定すると。で、最後14番、五郎丸ウィン。馬、場面の意味何？まあ、1080万で JRA ブリダースプレーだから、まあ中央にいたのか。まあ中央にいたけど、フルワーズ、まあすぐに岩手に首切られたものの、まあ岩手で軒並み先行での勝利が多いですね。まあ2番手、3番手、5番手。ただ外枠でも、まあでも大丈夫でもなさそうだな。まあ10頭立てで7、8で、まあなんとか伸びきってる感じありますけど、まあ11頭で10番手から、まあ5番手につけたけど伸びず、まあ勝ったのがアドマンユイマの。この子か。そう考えると、五郎丸にちょっと外枠振りそうだな。どうなるか。黒船産駒だから、やっぱりダートの先行黒船産駒はいいんで、まあ期待したいんですけど。まあ2番手、まあですか、まあ5番、まあ距離1400なんでね。微妙なところだな。まあでも一応、まあ、今回はね、9レースでまあ南関東が勝つとして、まあ10レースはちょっと岩手に勝ち星譲ったと考えると、まあ悪くない気もしますね。やっぱデッパ悪いな。
ってどこだっけ、これか。まあ一応、まあ岩手に上位2頭しときましょうかね。では牧島、いざ、まあ一応星に言っときましょうかね、今回。まあ一応こんなもんかな。本命14番のゴロマリン、で2番手13番のルーク、3番手、まあ浦和の加藤和弘記者のシャスールニング、で4番、4番手よかに、まあ川崎のね、藤井畑記者の第一、ラディウス、まあこの辺かなと思いますね、個人的には。まあ、まあ俺のね、まあ、法定、なんつうの、その、法定式がね、当たれば、まあ9レースで南関東勝って、まあ10レースは岩手勢と。なると思う、まあそうならなかったらね、ごめんなさいなんですけど、まあ多分そうなるケースもね、可能性的にはあると思うんで、まあ一応ね、今回はそういう想定でね、行きたいかなと思います。はい。というわけなんでね、まあ、今回もね、おすすめ場だけの紹介で、終わりにしたいと思います。で、今からね、アップロードしないと間に合わなくなるんでね、もう12時過ぎちゃってるんで、腹減った。というわけなんでね、今日の動画、まあ、このね、以上を4、5本でね、終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。